皆さんこんにちは。クライストコミュニティ牧師の大橋健一です。キリストの十字架こそが全てのものを捨ててもなお得る価値のあるものであることを私たちは昨日学びました。そしてキリストにあるからこそ今与えられているものの全ては神様の恵みであるということに感謝できるのです。しかし私たちは素晴らしいものを手に入れるとすぐにそれを失わないようにと守る傾向にあります。つまり保守的で安定志向になるということです。果たしてそれが神の望んでおられることなのでしょうか。今日は9月8日、聖書箇所はピリピ人への手紙3章12節から21節。タイトルは何を目指して一心に走っていますか。神が望んでおられることを今日も御言葉から学んでまいりましょう。ピリピ人への手紙3章12節から21節。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。兄弟たち、私を見習う者になってください。また、あなた方と同じように、私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙をもって言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。聖書は過去の書物です。その内容のほとんどは過去の出来事です。それでいて聖書は過去にこだわる書物ではなく、前向きな未来志向の書物です。歴史と契約を大切にしています。なぜなら、それらは変わることがないからです。だからこそ、私たちもこの御言葉に固く立つことができます。しかし、それでいて聖書は前向きな未来志向な書物なのです。過去の罪は思い出さないと言ってくださり、許すという約束は完全に未来志向です。過去の過ちを書き記しつつ、これからは同じ過ちを
犯さないようにと先を見つめ、過去のことで覚えて数えるのは主の恵みだけでよいと言ってくださっています。イスラエルの民の歴史は天の都を目指すための通過点であるとも言えるでしょう。地上の都エルサレムに安住安泰するために書かれているのではないのです。私たち日本人のマイホーム思考というのはこのような点でとても大きな反対の影響を与えてしまっています。安定と安泰こそが私たちの幸せであるかのようにです。しかし現実にマイホームを持つと分かることでしょう。そのマイホームを維持し管理するために結局日中は誰もマイホームにいないのです。常にこのマイホームを維持し管理するために心配し働き続けるのです。精神的にもマイホームとなってほしかったのに、物理的マイホームは精神的マイホームに変わることはありませんでした。マイホームを得た途端に家庭が崩壊していく傾向があるのです。それは安定と安泰とを得たと錯覚してしまっているからです。安定や安泰というのはそれを得たと思った瞬間から崩壊していきます。実は安定を得たいと願い続け、そのために重ねている努力を継続しなければ、安定を得たと思った瞬間から後退していってしまうのです。実際に豊かな安定した生活を送っていると見えるような企業のトップの人たちは、決して自分たちが安定志向に入らないようにと細心の注意を払い、常に安定を安泰を得るための働きをやめることはありません。マイホームを本当に豊かなホームとするために努力し続ける人が本当にマイホームを得ているのです。安定志向に対してパウロが教えていることは何でしょうか。12節から14節。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。志を立てさせ、ことを行わせてくださる主がおられることを学びました。何よりもすべてを失っても、キリストを得ることの幸いを知りました。キリストを得た私たちが、そこで安心して安定したいと願うのです。キリストの平安を失いたくないのです。であれば、ほっと一息ついていてはいけません。世界はあなたを安定志向に追い立てて、素晴らしいキリストの平安から後退させ、崩壊させていこうとしています。それはこの世で得であったと思っていたもので、再び私たちの心を満たそうという誘惑です。キリストにより頼む生活から、この世のものにより頼む生活に逆戻りさせようとするのです。その方が安定するぞと思わせる誘惑です。多くの兄弟姉妹がその誘惑に負けて
御国からそれて行ってしまったことも悲しいかな事実です。そうパウロはそのことを残念がっています。そしてこう言います。20節、けれども私たちの国籍は天にあります。私たちの国籍は天にあります。もう一度ここを見ましょう。私たちのゴールは天の御国です。この地上の安定ではありません。そこに行くまでゴールを見失わないように、安定志向に入らないように気をつけてまいりましょう。安定志向にはマイチャーチ主義というものもあります。どうしても日本のクリスチャンたちは自分の土地と建物という教会が欲しいと思うのです。自分の街道を持つことがゴールとなってしまうのです。するとそのゴールを達成した途端に教会は崩壊していきます。つまり教会を建てることがゴールとなってしまっていたからです。私たちの安定のため、憩いの場のように街道を建てようとするならば、その街道が建った瞬間に崩壊していきます。あなたの国籍は教会にあるのでしょうか、それとも天にあるのでしょうか。お祈りしましょう。私たちの王なる主よ、あなたの王国の国民となることを許し受け入れてくださったことを感謝します。まだあなたのもとに行く旅路の途中です。世界はここにとどまるようにと誘惑してきます。どうか御国をゴールとして見失うことなく歩み続けていくことができますように、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。